周頓威、万象堂、畜草江でにより、露山白六堂院の周頓威銅像、周頓威記念6年6月7日は、中国北宋時代の儒学者、字はもしく、郷は連携。同州営道圏の出身、総学の外南宋の手記によってみなされた。同じく手記が高く評価した、帝国、歩道都外は、少年時代に周頓威に支持していたとされる。 生前はさほど注目されなかったが、手記が展開した道頭論において、講師、孟子の延長上に、周頓威を置いたことから、儒学史において重要な地位を与えられた。著書は、対局図説、通り書。総学の最初の大師は、周連啓である。名はン威、号は連啓。後に、ロザ山の麓に住んだ。彼は、経歴としてはあまりパッとした感触にはついていない。 方々の下級管理を点々として、せいぜい地方の課長級止まりであった。また、学者、思想家としての名声という点でも、その文下から、有名な低迷道、ほどい川の兄弟が出てはいるが、当時としてはほとんど知られていなかった人物であるらしい。彼が思想界におもんぜれ、総額の創始者として崇められるようになったのは、何と言っても、死後だいぶして趣旨が表彰したからである。 趣旨によれば、申し後千四百年の間渦漏れていた同等を、再び次、成人の額を再び明らかにしたものが、周連携であるという。つまり千四百年の暗黒時代に終わりを告げて、再び巧妙の世界を蘇らせたもの、それが連携であった。駅協計事上伝にある、駅に対局あり、これ両義を生じ、両義は四像を生じ、四像は八景を生ずの概念、及び、 音明思想、五行思想を関係づけて解説し、草案した図書を提示した。図を説明する文章自体は短く約250字程度。図によれば、対局が死羅万象の根源であり、音明と五行の作奏によって万物が生成されていくとされる。通り書は対局図説を踏まえて道徳などについて述べたものである。周頓意は対局を 儒学の重要教典、中央の中で示される、誠と結びつけた。人の根本に誠がある状態とは、人の根本に対極がある状態であると定める。しかし、人の根本に誠があったとしても、日々の生活の中で周囲の状況を適切に判断、できなければ誤った行動をとる、可能性もある。従って、 人が些細な兆しを前にしてその後に生じる展開を正しく予測、判断し、適切な良い行動を取るためには、学問を通じて事己を研算する必要がある。そして、こうした行いが成人の道へと通じると説いた。愛連説は古文神だからに収められ、漢文の教材としてよく知られる。人の本来の性質をめぐる人生論は、孟子の性善説、 純子の昭和説に見られるように古代より多く論じられてきた。党の官勇は正三子な説を支持し、この説に基づいて道徳論を展開したが、周遁勇の考え方はこれと異なる立場を取るものであった。彼は対局図説、通り書の中で各人の根本に対極に通じる誠があること、各人の学問による研算が成人の道へ通じることを示した。 これは、生産子な説と異なり、万人が学問を通じて成人に近づけるということを意味した。この見解は、従来の貴族に代わって壮大より、新たに勃興する、次第部の移行にかなうものであった。幸福生月、日光の中を吹き渡る、爽やかな風と晴れた空に浮かぶ月の意、転じて、心が澄んで何のわだかまりもなく、爽快であることのたとえ、 皇帝権に人柄を称賛されて、人品花肌高く、教会者楽にして、幸風、清月の今年と,と歌われたことから、ありがとうございます。